はい、こんにちは。本日は多々ある私の思い出の場所をいくつかピックアップして思い出巡りをしようと思います。その前にちょっと私事なんですけど、先日とある夢を見まして、その夢っていうのがゲラダヒヒっていうエチオピアに生息する、まあ、猿の仲間がいるんですけど、日本では特定動物に指定されてて基本的に飼育することはできないんですけど、まあ、ゲラダヒヒっていう猿がいて、そのゲラダヒヒとなぜか私がね、山の密林の中で遭遇して、ゲラダヒヒは3頭ぐらいいて、私はまあ当然1人ですよね。で、3対1の状況になってこうやって向かい合って対峙したわけですよ。で、通常ゲラダヒヒって白あるいはまあグレーっぽい、そういう色合いなんですけど、3頭のうちの1匹多分ボスザルっぽいやつが全身真っ赤で、で顔も真っ赤でね、ひときわ大柄の個体がいて、その真っ赤な個体が私にブワーって突然襲いかかってきて、でも私も簡単にはやられまいとね、こうやって膝を合わせたんですよ。で、そしたらもうその真っ赤な個体の顎あたりに思いっきりヒットして、でそこまでは覚えてるんですけど、その先が全然記憶にないんですよね。だからあの夢の結末が全くわかんない状況で、もし私が見たあの夢どんな終わり方か知ってる方いたらコメントで教えてください。まあ私事っていうのはそれだけですね。そしたらいくつか思い出の場所を巡ろうと思います。ドブネみたいに美しくなりたい、写真には映らない美しさがあるから、リンダ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 、もしも僕がいつか君と出会い話し合うなら、そんな時はどうか愛の意味を知ってください。愛じゃなくても恋じゃなくても君を悲しはしない、決して負けない強い力を僕は一つだけ持ってる。はい、そしたら到着いたしました。まあ厳密には目的地はあっちの川の方なんで、まだ着いてはいないんですけど、バイクでね、行けない場所なんで、こっからは歩いていきます。まあ見てわかるようにね、こんな感じで、もう草が生い茂ってて、これ高さもね、だいたい2メーター以上の草が生えてて、この中に入っちゃうともう完全に姿が見えなくなっちゃいます。ここを突っ切っていくしか方法はないんで、かき分けて入ります。まだまだ多分ありますよね。こうやってね、延々と草をかき分け続けて、まあ進んでいくわけなんですけど、葉っぱがね、やっぱり切れやすい葉っぱなんで、皮膚が切れちゃいますね、どうしても。あ、もうそろそろ。そうですね、視界はこんな感じで、もう本当に道なき道とはね、このことを言うんでしょうね、まさに。あ、これ何ですかね、ヤブガラシですかね。植物あんまり詳しくないんでわかんないんですけど、これがヤブガラシっていう植物だとしたらリクガメの好物です。あ、もうそろそろ着きそうですね。ようやく到着しました。はい、目的地は見てわかるように川ですね。やっぱりいつ来てもここの草むらが厄介ですね。足の踏み場もないぐらい密生してるんで本当に歩きづらいです。
肝心の川の思い出なんですけど、川って言ったらやっぱり釣りを思い浮かべる方いると思いますけど、私釣りはね、人間がしうる中で最大限の卑怯な行為だと思ってますんで一切行いません。じゃあ何っていうと、ちょっとね降りてみますか。はい、川岸まで降りてきました。でこの川岸の、まあ、ちょうど画面の真ん中あたりに棒が、竹の棒がね1本立ってるの分かりますかね。でそこに2本糸が垂れ下がってて、糸というか紐か、紐が垂れ下がってて、この2本の紐にはウナギを捕獲するための罠がくくりつけられています。そうですね、だからあそこからバーっと何本かね、その棒が立ってるんですけど、これは全部ウナギ捕獲用の罠なんですよね。そうですね、だから私の思い出一つ目はウナギの密漁です。とは言ってももう中学生の頃の話なんで、だいぶ昔なんでね、時効ですけど、まあ、当時ウナギってペットとしての流通がなかなかなされてなくて、なおかつウナギの捕獲って法律がいろいろ絡んでて、川だとなおさら漁業権とかも絡んで、まあ、そう簡単に捕まえられる生き物じゃなかったんですよ。飼いたくても飼えないそんな生き物で、そんな中学生のある時川を散策してましたら、まあ、この棒を見つけたわけですよ。まあ、いろんなところにね点々と立ってて、これが何なのか気になって、紐もついててね、こうやってバーって上げたら、まあ、うなぎ捕獲する罠って筒状の罠なんですよ。竹をくり抜いた罠で、まあ、うなぎの習性を利用したものですね。狭い場所に入り込むっていう、まあ、その筒状の罠なんですけど、それをバーンって引き上げたらうなぎドルーン出てきて、それでもう感動しちゃいましてね、こんな楽に手に入れられる方法があるんだと思って、そこからもうバン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 うなぎ取りまくって、飼育したり、飽きたら食べたりもしてましたね。まあもう時効ですけど、本当にいい思い出ですね。そんな感じでうなぎの密漁に明け暮れてた中学時代なんですけど、まあ罠があるってことは当然仕掛けた人間もいるわけで、密漁をしているときはやっぱり仕掛けた人間がね、まあ、いつ来るか分かんないから、それをめちゃくちゃ気にしながらやるわけなんですけど、まあ、一回だけその密漁がバレたことがあって、まあ、要するに仕掛けてた人間が来たんですよ。それはまあこういう罠を仕掛けてるやつって 100% ジジイなんですけど、そのジジイってどうやってこの罠を回収しに来るかっていうと、川をね、川上から、まあ、ちっちゃい木造のね、多分手作りみたいな、ボートみたいなやつで手でね、こうやって漕いで、よいしょよいしょって川上から降りてくるんですよ。その最中にジジイが川上からボートで降りてきてる時に、俺がこうやって上げるところを見られて、まあジジイは当然ブチギレですよね。自分が仕掛けてる罠をどっかのガキがねいじくってるわけですからね。でそのジジイは川から、あのじいさんの年齢で発することができる最大限のボリュームでね、何してんだーとか、まあ、ガキーみたいなことを散々とね、まあ当然怒鳴りつけてくるわけなんですけど、私は私で途中まで罠をあげてるわけですから、もしかしたらその罠にうなぎがいるかもしれないですしね、まあその可能性を捨てきれなかったんで、聞こえないふりして罠をあげました。その罠を引き上げたら結局はなんだっけ、なんかナマズとかそのしょぼい魚しか入ってなくて、うなぎは取れなくてね。でもジジイはジジイで相変わらず延々とね怒鳴りまくってましたね、川から。本当にちょうどこの辺ですよね、この辺で罠を引き上げて、まあその間にもねじいさんはずっと怒鳴ってるわけなんですけど、怒鳴る割には一向にね、声が近づいてこなくて、だから不思議に思ってチラッと見たら、じいさんずっとこの川の真ん中で停留してて、やっぱり木製の、なおかつ手で漕ぐタイプの船で、あんまり進む精度がいいものではなかったみたいで、川のこの流れに抗うことができなくて、ずっと川の真ん中で私を怒鳴ってました。だからまあ不思議な状態ですよね。川岸でナマズを眺めてがっかりしてる俺と、川の真ん中で怒鳴ってるじいさんっていうね。まあそんな思い出がありますね。しみじみさせてしまったらすいません。泣ける話でごめんなさい。はい、そしたら次の思い出の場所はこちらになります。ここはつくばエクスプレスっていう電車の線路の下、要するに高架下ですよね。この高架下の場所は地元の方々に愛される不法投棄スポットになっております。
まあこちらの不法投棄スポットね、見てわかる通りかなりのゴミがね捨てられていますね。まあなんでここが思い出かっていうと、こういうゴミの中にはある意味私にとってお宝みたいなのが眠ってることもあって、例えば水槽とかケージとか、ケージが捨てられてることってめったにないんですけど、水槽はよく捨てられてましたね。当然水槽が捨てられてんのを見たらすぐ持って帰ってすぐ利用してっていう感じで、私なりにね有効活用しておりました。まあこういうゴミもね見てみるといろいろ面白いんですよね。これは辞書みたいなやつですかね。こっちも、あ、こっちなんかお椀ですかね。ピカピカのお椀が捨てられてます。こっちはコップってやつですかね。まあ、今回はねここ特に面白いの捨てられてなさそうですけど、運がいいとそれこそ家とかあとぬいぐるみとかね、家族の思い出が染みついたものを拾えたりもします。ここの不法投棄スポットに来る目的はこのゴミを漁るだけじゃなくて、このまあ高架下っていうこの特徴的にある生き物が住み着きやすい場所なんですよ。それがドバトです。駅とかによくいるドバト、我々に身近なハトって2種類いて、1種類がキジバト。キジバトは、まあ基本的に木の上とかそういった自然のものに巣を作りやすいんですけど、ドバトはこうやって人工物のねコンクリートの隙間とかに巣を作って子育てをするんですよ。なのでこういうコンクリートで固められた高架下の、まあ、こういうね狭い隙間なんてハトにとっては絶好の営巣箇所になるわけなんですよね。現にこちらにはドバトの糞がね大量に溜まっておりまして、この上にわかりますかね、この黒い変な物体がついてて、そこに糞がねかなりこびりついてるんですよ。だからあそこでまあ巣を作ったり夜間あそこで眠ったりしてるんでしょうね。そんな特徴のあるドバトなんですけど、そのドバトの巣立ちしたばっかりのヒナを狙いによく来てました。何に利用するかはご想像にお任せします。まあ、せっかくなんでねちょっと久々にねこの辺散策してみます。この近くに川があるんで蛇とかも多いですね、この辺は。何やら死体が転がってますね。猫ちゃん、猫ちゃんが死んでますね。猫が死んでるところって引かれてるところぐらいしか見ることがないんでね、こういう場所で全身綺麗な状態で死んでるのは珍しいですね。だいぶ死んでから時間が経ってるみたいで、骨と皮ですね。でお腹側はちょっと湿ってたみたいでカビが生えちゃってます。湿ってますね結構。でも背中とかはだいぶカピカピに乾燥してますね。でも大きさはこんな感じですね。体の色は茶色のトラゲですかね、よくいるやつですね。だからこの色の猫をたくさん飼育してる人もいると思いますんで、死んだらこんな感じになります。ご参考程度に。で匂いは何て言うんでしょうね、私のよく使ってる鍋の匂いがします。でももう死んで、さっきも言ったようにねかなり時間経ってますんで、ほとんど虫はついてなくて、あとはこの毛皮が雨に打たれて剥がれて骨になるだけですね。今は分かりやすく言えばミイラー的な状態です。ちょっとこんな形で死んでるところ見て、はいじゃあねっていうのはねちょっとかわいそうなんで、私の気持ちとしてね念仏だけ唱えてあげます。チュールチュールチャオチュール、チュールチュールチャオチュール、チュールチュールチャオチュール、イナマチャオチュール。はい、これでようやく成仏できましたかね。安らかにお眠りください。はい、そしたらねこちらの思い出の場所でも思いがけなくねまた皆さんをしんみりさせてしまいました。涙もろい方本当にすみません。そしたらまた次の思い出の場所に向かいます。はい、次の思い出スポットがこちらになります。
牛久沼です。7、8年前のちょうど今頃ですかね、牛久沼の土手、ちょうどこの辺りですね。で、とある殺人事件が起きまして、まあその殺人事件の内容としては、犯人がアイスピックで被害者をめった刺しにするっていうよくあるやつなんですけど、まあその犯行に使ったアイスピックを犯人が沼に投げ捨てたらしくて、見つかってないみたいでね、当時血眼になってそのアイスピックを探してました。やっぱりそんなアイスピック欲しくなるじゃないですか、お宝ですもんね。だから、すんごいくまなくね、牛久沼近辺探したんですけど、結局見つかりませんでしたね。多分、今も見つかってないと思います。関係ないですけど、青大将の幼体がいたので捕獲しました。大きさはだいたい7、80センチですかね。まだまだ赤ちゃんですね。こちらの青大将まだ幼体なので、模様も大人の青大将とはちょっと違って、こんな感じで背中が銭形模様に見えますね。青大将は大人になると全身灰色っぽいグレーっぽい色になるんですけど、子供のうちはこうやって銭形模様にすることで毒蛇のねマムシに擬態してると言われてます。はい、で次こちらも牛久沼のすぐそばなんですけど、今はもうこんな感じでツタがすごいことになってて、何が何だか分かんない状態なんですけど、ここは6年以上前ですかね、大量に犬が飼育されていた場所です。まあ飼育とは言ってもちゃんとした飼い方ではなくて、細いじいさんがね、細いスラッとしてるわけじゃなくて、本当に細いじいさんが一人で管理して、なんか野良犬をその辺から捕まえてきて、本人的には保護してるっていう名目だったらしいんですけど、もうここに廃車にされたであろう車が大量に、競馬みたいなのが並べられて、その中に犬も大量に詰め込まれててね、冬場はいいかもしれないですけど、夏場なんて本当に悲惨でしたよね。もう何の工夫も施されてない、ただの車の中に犬を詰め込んで飼育してるわけですからね。トータル5、60頭はいたんじゃないですかね。犬がもう飼育というよりほぼ虐待されてたような場所です、ここは。まあ当然ね、そんだけの数じいさん一人で飼育しきれるわけもなく、何匹かは脱走してこの辺走ったりもしてましたね。まあその脱走したやつがうちに来てね、当時いたアヒルとかニワトリを全部殺したことがあって、まあでも犬に罪はないとか言ってられませんのでね、はい、懐かしいですね。まあそんな感じでここは大量の犬をね飼育してた場所なんですけど、気づいたらね、夢だったかのようにいつの間にかもぬけの殻になってました。夢だったら良かったんですけどね、本当にひどい環境で、でもここ自体ねほとんど人通りがありませんので、あの状況を知ってたのはもしかしたら私と他のこの辺散歩してる老人数名だったかもしれません。はい、まあそんな感じで今回の思い出スポット巡りは以上になります。そうですね、笑いあり涙あり、ハンカチ必須って先に行った方が良かったかなと今になって思いますね。今回4つの思い出の箇所を巡りましたけど、まだまだ紹介したい場所ありますのでね、全部今日紹介してたらキリがないんで、また機会がありましたら思い出スポット巡りしたいなと思います。 あとこれ補足になるんですけど、登録者数が40万匹いつの間にか行ってたみたいなんで、来週の土曜日だから6月22日の夜ね、また久々に YouTube ライブしようと思いますんで、ご興味ある方はご覧ください。そうしましたらご清聴ありがとうございました。